V 字変態で飛ぶ、眼外光形態論とは、経済発展の一般理論。眼光型経済発展論、フライングゲーセモデル、フライングゲーセパターンオブデベロップメントなどとも呼ばれる。赤松カナメが提唱した。眼光形態論は、1935年に赤松が発表した、我国用網工業品の貿易数制の中で提唱された。しかし、同理論は、 戦中、戦後を通じて長い間埋没した。日本が高度経済成長末最中であった1961年及び1962年に赤松が発表した英語論文、そして1966年にハーバード大学のレーモンド・バーノンがプロダクトサイクル論が提唱したことなどから注目を集めるようになった。赤松の文下生であった小島清により、 道理論は拡充、聖地化された。眼光形態論は様々な意味を持つが共通しているのは後発国が先進国に追いつこうとする発展プロセスである。第一モデルは一国の眼光発展のモデル化である。基本型と副次型に分けて考えることができる。後に、小島は基本型を生産の能率化、副次型を生産の多様化、高度化としている。 一国の経済を見ると、低付加価値の消費財はまず輸入され、次に輸入されたものと同じものが生産されるようになり、最終的に輸出されるという産業発展のプロセスを減る。例えば布だとまずは輸入製品が国内市場に入り込む。その後、自国で生産するようになり、さらにその製品を輸出するようになる。このような産業の発展形態を眼光形態論 基本型が多くの場合に成立する説明としては、ホスリロンに基づく小島清の説明などがあったが、本人が10回説するようにその論理は複雑で理解しにくいものであった。しかし、2014年、塩沢義則が新しい国際価値論に基づく簡単で明瞭な説明を提起している。また、その低付加価値の消費財を生産するための、 低負荷価値の生産材も輸入、輸入代替品、輸出のプロセスを経て、さらにその低負荷価値の生産材を生産する、高負荷価値の生産材も同じようなプロセスをめぐり、景気的に繰り返される。また、消費材を見ると低負荷価値な消費材の輸入、輸入代替品の製造、輸出を追いかけるように、高負荷価値な消費材も同じプロセスをめぐる。例えば布が、 眼光形態論の基本型の発展形態を遂げる。上で布を生産する機械をも、また基本型の発展形態を歩む。さらにはその布を生産する機械を生産する機械も、基本型の発展形態を歩む。このように順々に、基本型発展形態が起こっていく様を、眼光形態論の副次型と呼ぶ。眼光形態論第一モデル副次型のイメージ図。 輸出輸入代替品の国内製造国内利用、輸出へと向かう。その後、第2モデルで説明する比較列位が起こるので、逆輸入が増える。第2モデルは、産業の拠点の移り変わりのモデル化である。先進国は、第1モデルの副次型を経て、資本集約的産業を、比較優位化させていく。比較列位化された、労働集約的産業は、 企業の直接投資を通じて、後発国への生産拠点の移動を余儀なくされる。これを受け後発国の経済発展が起こる。眼光形態論第二モデルの説明図第三モデルは、世界経済の眼光発展のモデル化である。赤松による、世界経済の同質化と異質化という洞察の成績化である。後発国がキャッチアップをしている状態であれば、第一、 第2モデルがうまく回り、先進国が新しい製品を生み出せずに、後発国のキャッチアップが追いついてしまっている状態では、第1、第2モデルはうまく回らない。パクス・ブリタニカでは、イギリスの技術革新、産業構造の高度化、多様化が著しく世界経済は異質化し、自由貿易の黄金時代であった。しかし、戦艦期には、世界経済は同質化し、 世界恐慌、関税競争へとつながったと小島は説明し、世界経済の同質化を防ぐためには、世界的に合意的な協業体制の確立。目下のところ、アメリカ州、ヨーロッパ、アジア圏内での合意的な協業体制の確立必要不可欠だとしている。ありがとうございます。